僕の声が聞こえる。僕の名前はルーク。遠い遠いところから来たんだ。君を助けに来たんだ。君の名前を教えて。君はどんな子なの？君のことをもっと知りたいんだ。こうやって君に出会えたのも星の巡り合わせだから。どうしたの？泣きそうな顔をしているよ。自分の居場所がわからなくて不安なんだね。だから悲しい顔をしているんだね。ここは広くて静かな海だよ。君の肌のように透き通った白い砂浜が広がっているよ。星の形の貝殻がたくさん転がっているよ。ほーら、波の音が聞こえるでしょう。ザザーザザー。聞こえない？もっと心を落ち着けてリラックスして深呼吸だよ。耳を澄ましてごらん。ほーら、聞こえてきたでしょ。潮風に乗って聞こえてきたでしょ。こんなところで寝っ転がっているなんて、きっと君は疲れているんだね。僕は君の心を救いに来たんだ。疲れた心に安らぎを与えに来たんだ。君の疲れは僕が癒してあげる。だから僕に寄り添って、僕のそばに近づいて。ほーら、だんだん疲れが取れてくるよ。ほーら、だんだん居心地が良くなってくるよ。ちゃんと眠りにつけるよね。疲れて眠るんじゃない、心が癒されて眠るんだ。それって大事なことだよね。心を休ませるって必要なことだよね。君はどんどん夢の世界に落ちていくよ。眠りの世界に溶け込んでいくよ。とろける時間は気分がいいでしょ。昼の時間とはかけ離れているでしょ。次はどんな場所に行ってみたい？僕を信じてくれればもっと癒しの場所を見せていってあげられるんだ。不安になんてならなくていい。何一つ
心配なんていらないんだ。だから僕を信じて心を預けてみてくれないか。心を開いて、瞳を閉じて。ほーら、海の音が遠のいていくよ。ほーら、潮風の香りが遠のいていくよ。さあ、心の疲れを取るたびに